参ろう。波動を行く曹操は着実に領土を拡大し漢中を平定。曹操に敗れた馬超、宝徳らは漢中の長老のもとに身を寄せる。やがて馬超は長老の命を受け、益州を援とする劉備軍と対峙。この戦で劉備の志に共感した馬超は劉備軍に身を投じた。一方宝徳はそのまま長老軍に残る。己の身を定めるべき場所は劉備のもとにあらず、彼は一人静かに次なる戦を待った。そして漢中の要衝陽平館に曹操の大軍が襲来する。死の魂は再び波動と開口することとなった。魏軍に協力すれば財宝が手に入る。曹操はさすがに太っ腹よな。あとは我が身の安全を確保せねば。最後は誰かに罪をなすりつけて。今の話を聞いて、私に何か用かな。魏軍に比べれば我らは小勢、些細な隙も疲れれば命取りとなろう。さらに信じがたいことに、我が軍の中に裏切り者がいるとの噂がある。なんと、まさかそのようなことが。私もただの噂であると思いたい。しかし十分に注意せよ。うん、わかり申した。この宝黎明、長老殿のため力を尽くさん。魏軍を押し返せ。陽平館に近づけるな。今は神様の使徒さん、宝黎明、いざ参る。私の知略に勝てると思いか。我が軍は敵を攻撃する。このまま押し込め。
ておけ。いや、よし、死ねえぞ。敵将王黎明が討ち取った。敵の策にこちらの弱所についてきた。まさか味方に手引きしているのか。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。猛徳の波動を阻む者は斬る。なんという気迫。貴公も己の信じる道を進む一人か。者ども耐えよ。ここが正念場だ。死の道を行く。それがしも全力でお相手し、死の道ひたすまん。我らも不明を
ここを乗り切れば勝機が見える。粘りを見せよう。我が知略に勝とうなど仕方がない隊は俺も。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。覚悟を召され。
今頃幼少は裏切り者は宝徳殿だと吹聴しているだろう。自らの保身のためにね。なんと、敵と通じていたのは幼少殿であったか。ってことで宝徳殿、あんたにはもう戻る場所はない。うん、宝徳よ、わしのもとに来い。今はお主の動向をいぶかる者もおるかもしれぬ。だがその分があればいずれ諸将の信頼も得られよう。そして何よりわしにはお主の力が必要なのだ。正直な個人だ。はい、わかった。王黎明、新たな死の道を全うせん。精が出るな。それがしは新参者ゆえ、武を磨き真を得ねば。傭兵館から何年経ったと思っている。もうお前を新参者扱いする将はおらん。それはありがたきこと。初心を忘れぬつもりであったが。こいつなど最初からそんなものはないわ。あの時角殿の策にはまり、それがしの命は曹操殿の手中にあった。それがしは曹操殿に命を救われて新たな道を歩めたのだ。この恩義、命を懸けて返上するのみ。私も居場所を失い、曹操殿に救われた一人です。宝徳殿とは目的は違いますが、初心を忘れず精一杯この国にお仕えします。角殿、宝徳殿、大井殿、殿は行く先々で有能な将を集めてこられ、自分たちも古参としてうかうかしておれんな、加工殿。ふん、違いない。これは参ったね。先の世は見えない。だからこそひたすらに進むのだ。